はい、どうも皆さんこんにちは、レッドです。今回はですね、ダメージ軽減スキル精霊の加護についてですね。こちら非常に強いスキルなんですが、おすすめしない理由というのを今回解説していこうと思います。でね、これ決して精霊の加護が役に立たないという話ではありません。むしろ超強いです。まずスキル内容なんですが、ダメージを受けた際に確率で発動し、ダメージを軽減してくれるというものになっていて、レベルマックスつけていると、あくまでね、50% の確率なんですが、発動した場合はなんと 80% も軽減してくれます。というわけでね、早速、氷の弓装備でディアブロスやってるんですけど、はい、ダメージを受けた時の HP の減り具合に注目ですね。はい、こんな感じで、大技のね、地中強襲食らっちゃってるんですが、HP がね、120から97に減ってるんで、23ダメージですね。で、これ、加護が発動して、ダメージが5分の1になってるので、本来ならね、115ダメージで即死級なんですが、精霊の加護、マックスが発動すると、本当にね、全く痛くないですね。当然、スキルのレベルが下がれば、軽減率も下がってしまうんですが、それでもね、レベル3以上だったら、50% 以上軽減してくれるということで、ダメージを半減してくれるので、めちゃめちゃ強いです。さらに受ける総ダメージの期待値についても、はい、こちらの表のように単純計算にはなるんですが、 40% 軽減してくれるということで、もうね、最強のスキル、防御系スキルの中ではね、本当に最強だと思います。ただそれでもこの精霊の加護をおすすめしない理由というのをこの動画ではお話ししていきたいと思います。まずはじめにですね、おすすめしない一番大きな理由として、はい、こちら、精霊の加護をつけることによって、ダメージを受けるリスクを逆に増やしてしまう、というね、話をしたいと思います。精霊の加護ってスキル内容を見るとね、当然、こちらの表のように、受けるダメージの期待値を減らせるように見えるんですが、これね、実際にね、ダメージが減るとは限りません。ちなみにこれは、スキルが確率で発動するから、という話ではありません。どういうことかというと、まず、装備を作るときに、スキルの枠には限りがありますよね。精霊の加護をつけるということは、他に付けられる可能性のあるスキルを削るということなので、つまり、付けられる攻撃系のスキルが減るということになります。で、そうするとどうなるかというと、はい、火力が落ちるので、バトルが長引きます。すると、モンスターの攻撃回数が増えるので、被弾するリスクがむしろ上がってしまうんですよね。例えば、30秒で狩猟できるはずなのに、攻撃スキルを削って精霊の加護をつけたことによって50秒かかってしまうということになると、相手の攻撃を避けないといけない回数も増えるわけなので、受けるダメージの期待値も当然上がってしまいます。なので全体として精霊の加護をつけたからといってダメージ量が減るとは限りません。モンハンナウプレイしていくにあたって、全体としてダメージが減るか増えるかは、精霊の加護の効果で減らしている分と、バトルが長引くことで増えてしまう分の代償関係によるので、一概にどっちとは言えません。なので、場合によってはむしろマイナスになってしまう可能性も十分にあります。というわけで、精霊の加護はね、このスキルの見た目以上の効果はないということになってしまうので、ダメージ量をね、減らそうと思ったら、精霊の加護をつけるのではなく、むしろね、できるだけ火力を上げて、バトルの時間を短くするということを目指した方がいいんじゃないかと思います。バトルが短ければ短いほど、モンスター側のね、攻撃チャンスも減ってくるので、被弾のリスクも当然下がります。まあ、極論ね、開幕でワンパンしてしまうのが一番安全ですからね。で、こちら、YouTube ショートで上げている、レイギエナをワンパンしてる動画になるんですけど、これ、完全にノーリスクじゃないですか。まあ、これはね、極端な例になるんですけど、とにかくね、モンスターに攻撃をさせないように素早く倒すと。そのために火力を最優先に考えると。まあ、そういうのがおすすめになります。はい。というわけでね、精霊の加護おすすめしない理由の一つ目として、精霊の加護をつけることで逆に被弾のリスクを増やしてしまうという話をここまでしてきました。もちろん精霊の加護自体はめちゃめちゃ強力なスキルなので、僕もね、おすすめしないと言ってはいるんですが、別に、ね、否定するつもりは全くないです。ただ、精霊の加護マックスは、正直全くおすすめしません。基本的にスキルの枠の無駄だと思います。で、特にね、火属性と水属性の場合は、精霊の加護をね、マックスレベル5まで上げてしまうと、属性強化がレベル2しか付けられないので、大幅な火力ダウンになってしまいます。なので、付けるにしても、まあ、レベル3あたりまでにして、あとは火力優先にするのがおすすめです。ただ、動画の最初でお見せした氷弓の装備、こちらになるんですけど、氷属性に関しては、
青年の加護をマックスレベル5で、かつ属性強化もね、現状で最大のレベル3まで上げることができるので、例外的におすすめします。特にね、来週はディアブロスイベントで、原種と亜種両方氷弱点になるんでね。イベント用にこちらの装備、よかったら参考にしてください。で、防具についてちょっと補足なんですが、今回はね、体力増強が、精霊の加護と相性がいいので、レイヤーグリーブを使ってるんですが、弓の扱いやすさ重視であれば、ジュラグリーブに変えて集中をつけるといいかなと思います。はい、それではね、おすすめしない理由の二つ目いきたいと思います。こちらはですね、はい、ダメージを軽減するイコール回復薬の節約になるとは限らないという話になります。で、精霊の加護はね、回復薬の節約に役立つとよく言われているスキルなんですが、これね、本当に役立つかどうかは人によります。まず、応急薬が毎日5個もらえるので、毎日ね、HP を250回復。正確には最大 HP の 250% をね、無料で回復することができます。なので、日々プレイしていて、250以上食らわないっていう人は、精霊の加護をつけていると、スキルの無駄になってしまう可能性が非常に高いです。なので、その場合は攻撃系スキルの数を増やした方がいいと思います。さらに、フィールド上での自然回復もあるので、1日に無料で回復できる量はさらに多いということになります。ただし、何回も連続で狩猟する場合は、自然回復に頼るのはちょっと無理なんですけどね。さあ、というわけでね、普段のプレイでどれくらいダメージを受けて、どれくらい回復薬を使ってるか、そこをまずは把握した上で、必要な分だけね、ダメージ軽減ができるように、精霊の加護をつけていくっていうのがおすすめになります。まあ、つまり何が言いたいかというと、ダメージを減らしたいから、とりあえず精霊の加護をつける、というような付け方は非常にもったいないということです。特にね、応急薬がね、結構余っちゃってるっていう人は、どんどんね、攻撃系スキルにシフトしていくのがいいかと思います。はい、それではね、おすすめしない理由、最後のね、3つ目いきたいと思います。といってもね、これは主に、マインドの問題になるんですが、はい、レベルを上げていてもね、あくまで発動確率は 50% になるので、大技を食らってしまった場合ですね、はい。この時に、加護が発動しないと、めっちゃイライラするということになります。特にね、全然ね、大したことない攻撃の時に発動して、即死級の技で発動しなかったら、もうね、何の意味もないですからね。いやもうね、精霊何やってんねんって話になりますよね。はい。なのでね、僕もね、結構そうなんですけど、割とイライラしやすい人と、あとね、それから、精霊から嫌われちゃってる人、はい。こちらはね、精霊の加護全くおすすめできません。はい。というわけでね、最後の方はね、半分冗談も入ってるんですけど、はい、今回はね、ダメージ軽減スキル、精霊の加護について、こちら、スキル自体はね、強いんですが、おすすめしない理由を、ここまで解説してきました。で、ちょっとね、今回は否定的な動画になってしまってるので、最後にね、はい、決して精霊の加護を否定しているわけではありません。特にね、近接武器の場合は、ガンナーと比べると、どうしてもね、被弾のリスクが上がってしまうので、まあ、レベルマックスはちょっとやりすぎだと思うんですが、レベル2とか3くらいはね、つけるの全然ありだと思います。ただ、最初に説明したように、火力が落ちる分、バトルが長引いて被弾のリスクが上がってしまうという副作用もあるので、その点はね、しっかり頭の片隅に入れておくのがいいと思います。僕はね、弓が一番よく使う武器種なんですけど、体験もね、結構使うので、まあ、精霊の加護も場合によってはつけてますね。はい、というわけでね、最後、まったりね、星6レイギエナをね、火の体験でいきたいと思うんですけど、はい。おー、食らっちゃう。でも12ダメージということでね。これ精霊の加護マックスつけてるんですけど、はい。今のね、本当だったら60ダメージなんですけど、まあ、12ダメージで済むということでね。まあ、あくまでね、確率での発動にはなるんですけど、やっぱりね、つけてると、まあ、回復薬の節約にはちゃんとなってますし、さらにね、結構、精神的にもね、余裕はありますよね。半分の確率、痛い。で、ここは食らっちゃうと。ということで。まあ、半分の確率ではあるんですけど、まあ、発動した時はね、めちゃくちゃ軽減してくれるんでね。あ。はい、というわけでね、最後にね、星6レイギエナをね、まったりね、狩猟していきたいと思うんですけど、はい、こちらね、火の体験で、はい、精霊の加護マックス装備になりますね。はい、で、まあ、さっきもちょっと言ったように、火属性だとね、精霊の加護マックスつけてると、属性強化レベル2で止まっちゃうので、まあ、やっぱりね、火力は結構落ちてしまいますね。まあ、ただね、やっぱり、まあ、こういうレイギエナみたいにね、火力の高いモンスター相手の場合は、かなりね、被弾した時のね、ダメージも抑えられますし、まあ、あとはね、あ、今発動しましたね。はい。まあ、あくまでね、確率での発動とはいえ、やっぱりね、精神的にもかなり余裕は出てきますよね。
でさっき食らったダメージも12しか食らってないんですけど、本来はねこの5倍なんで60も食らうんですよ。まあ、なのでやっぱりね、こう心にね余裕を持って修行できるっていう、まあそういう効果もあるので、まあやっぱりねスキル自体はねやっぱかなり強いかなと思いますね。はい、と言ってもこれ体験でちょっと苦戦中で、はい、ちょっと残り時間がやばいんですけどこれ大丈夫なんですか、これ。おお、いけた。いつ取ったやつだったかな、これ。はい、というわけでね、まあ、特にね、近接武器の場合はね、全然静電の加護をつけるのありだと思うんでね。まあ、本当に今回の動画は本当に一番最初に言ったように、はい、バトルが長引くとその分ね、はい、被弾するリスクが増えてしまうので、その点は注意しましょうと。まあ、そこがね、一番の要点になるかなと思います。はい、というわけでね、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴誠にありがとうございました。この動画が気に入った方は、ぜひとも高評価とシェアをよろしくお願いします。そして、モンハンナウ実況どんどん続けていくんで、チャンネル登録も今この瞬間忘れずによろしくお願いします。はい、それではね、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。